安佐南区にある沼田自動車学校でセーフティーフェスタ in 沼地が開かれ、地域住民などおよそ2000人が来場しました。会場ではバッテリーカーの乗車体験や道路標識を覚えて神経衰弱に挑戦するゲームコーナーなどが設けられました。この祭りは教習所を1日開放し、日頃お世話になっている地域住民や卒業生への感謝の気持ちを込めて開かれているもので、今年で23回目です。日頃教習で地域の皆様には大変ご迷惑、また大変ご協力の方をいただいています。そういった日々の感謝を込めて実施をさせていただいております。自動車学校というのは普段教習以外でお越しに、ね、なられないんですけども、まず、こういった開放することによって自動車学校を見ていただき、また、より一層安全に対して皆さんの意識を高めていただければと思っております。シートベルトの着用効果を体験できるこちらのコーナーでは、乗車している車が衝突した時の衝撃の大きさを体感しました。怖かった。シートベルトをしないと危険だと思う。普段から気をつけないといけないなと思いましたし、まあ、シートベルトの重要さがよく分かりました。気をつけていくように改めて考えさせられました。フードコーナーでは沼田地区の住民や企業関係者が出店し、お昼時には多くの人が店の前に列を作り、出来たての料理を味わっていました。ステージでは安田女子大学ブラスバンド部による演奏が行われたほか、広島経済大学ダンス部がヒップホップよさこいを披露するなど、訪れた人たちを楽しませていました。遊べてよかったです。普段入れないところに入れて、またイベントの中身も子どもたちがすごく喜びそうなものばっかりで楽しんでます。子どもたちもシートベルトの体験だとか、車のを見せていただいたりだとかして、身近に車のことを感じられるイベントだと思います。また来年も楽しそうにしているので行きたいと思います。このほどすべての建物が再建された南区の仁保姫神社で復興を祝う記念大祭が開かれました。大祭では神社の復興に関わった氏子や地域住民らが参加し、神事が行われ玉串を奉納しました。仁保姫神社はおよそ1600年の歴史があり、古くから地域の守り神として親しまれてきました。爆心地から 3.6 キロの距離に位置し、本殿や拝殿は広島市の被爆建物にも登録されていました。しかし2007年の9月、不審火により神社が全焼。その後、氏子たちが集めた寄付金などを利用して神社の拝殿や社務所などの再建が進められてきました。そしてこの度、残る幣殿と神殿の2つが新しく完成しました。幣殿と神殿はいずれも木造で、伊勢神宮の旧社殿の檜材を活用して作られました。
足掛け9年という長い時間を持って、今日まで来たわけですが、氏子さんといいますか地域の方々の熱いご支援いただいて、自分たちのお宮がついに完成したと、今まで何かと不自由しておったんですが、これからまた地域の皆さんがしっかりとお参りできるといいますか、遊べるといいますか、親しみの深いそういうお宮ができればいいなと思っております。境内では神社の復興を祝おうと、地元住民が広島市の重要無形文化財に指定されている二保姫神社の獅子舞を披露しました。祭りではこのほか昔の宮廷装束である十二人への着付け体験会が開かれるなど、この日訪れた人たちは記念撮影をして楽しんでいました。すごい立派に再建できてるんで、すごく嬉しく思いますよ。子供らもここでお宮参りとかやってもらったんで、まあ、やっぱり思い出のあるところなんで、こういう綺麗になってもらって嬉しいですね。もういつもお参りもしてますし、本当に地域の守り神だと思ってますんで、はい、またみんなでお参りできたらなと思ってます。ここが一つの皆さんの集合の場所、集まりの場所になればですね、神様と一緒にみんな健やかに育つんじゃないかなというふうな気がします。我々は環境をしっかり、神様と地域の方がその心のつながりといいますか、絆がずっと強く長くつながることを私は望んでおります。